エドマンド・ガンターは、イギリスの数学者、天文学者である。計算尺、ガンター雑誌の発明者で知られる。1728年に書かれた、ガンターのメモリ1581年、イングランドのハートフォードシャーに生まれ、ウェストミンスタースクールへ進学する。1599年には、クライストチャーチに進学し、1614年に説教者となり、1615年に学士の称号を得た。特に数学に関心を持っていたとされる。1619年から E.N. グレシャムカレッジで天文学の教授を務めた。1620年にはガンター氏チェーンを発明し、スコットランドの数学者であるジョン・ネイピアが1614年に対数に関する論文を発表した後、ガンターは1620年から1624年にかけて計算尺を発明した。ガンターが発明した計算尺は長さ60センチメートル、幅4センチメートルの長い板に数直線とそれに対する三角関数の値と対数値などが刻んであった。このことからガンターが対数の考案者ではないかと推測されている。1620年のカノントライアングヤロレムで、コサインとコタンジェントの語を初めて導入した。ありがとうございます。